山皆田さん、おはようござ様、います。サラバンジ頼り。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラです。今日はですね、浦添市のラット&シープという、お店に来ております。平純さんです。平です。はい、こんにちは。こんにちは。純さん、ラット&シープはカフェと言ったらいいですか？はい、レストラン。レストラン。レストラン。はい、カフェでもいいです。はい、はい、カフェ、レストラン。浦添の住所、詳しくは港川の2丁目です。はい、あの外人住宅の、はい、一番奥の方にあります。はい、石工風さんのところ角を曲がってもらって一番奥です。はい、とてもおしゃれなお店でございました。ありがとうございます。僕も大好きなお店でございます。ありがとうございます。じゅんさん、ラット&シープは、何年ですか？あの始めたのは2009年オープンなので12年過ぎてますね。はい、皆さんのおかげです。長いですね。ありがとうございます。そしてじゅんさんは実は写真家でもありますよね。そうです。クシ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 。はい、ということで実はギャラリーもやってますね。やってます。はい、はい、ので僕もですね、いつかここでこっちにも絵が、今ねちょっとやってるんです。これはどなたの今展示ですか？前田綾子さんっていうあの画家、油絵を描かれてる方の作品展を今やってます。はい、はい。で、あの僕もあのそうですね、2ヶ月に1遍ぐらいですかね、最近は特によく聞きますけども、はい、ありがとうございます。はい、結構あのアーティスト系の方も多かったり、うん、あとは観光客なおしゃれな感じの方も多いですね。それがもう今ちょっとコロナで、はい、観光客のちょっと今寂しいんですけれども、はい、はい、あのお客さんはいろんなところからいろんな人がやってきます。はい、はい。そして純さん、今度実は今日ですね、久しぶりに僕が昔お世話になってた前島アートセンターの、内間さんという方がおりまして、あ、はい、内間さん15、6年ぶりにお会いしたんですけども、その内間さんも参加してる、はい、うん、内間さんは、うん、特別ゲストみたいな感じ。あ、特別ゲストなの？なんですよ、偶然、はい、まあ、同じテーマの作品を持ってきてしまったというか、うん、ああ偶然なんですか？偶然なんですね、あれは。じゃああれ後で写真返せますよね。はい、そのお会いしまして、でこの紹介もやりたいんですけど、来月になりますか？そうです、来月はどんな展示がございますでしょうか？来月は、はい、これです。これちょっと反転してるけど、はい、白拓、はい、白拓って知ってます？皆さん、この目が9つあって、うん、顔がおじさんで体が牛でっていう、なんか中国の珍獣なんですけど、おこれが、琉球王国時代に慈良さんっていう天才絵師がいて、その人が描いたものが今も残っていて、そう、あのこれ今首里城を管理してる美ら島財団が、保管してるんですけど、これがこの間の首里城の火災でも焼け残って魔除けなんですね。ということで、この白拓をモチーフにした展覧会、12名の作家さんです。県内のもうちょっとこれも反転してるんですけど、まあ、そうそうたるメンバーさんがですね、すごいですね。うん、僕も知ってるのは豊永森人さんとか、そうそうそう、ね、花瀬子さん、そう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 、知ってますよ。他は義母麻子さんだったり、はい、いろんな方が、奥山さん、泉さんとかも参加してますね。はい、これを来月の10月11日から、うん、11月6日までやりますので、うん、で先ほど言った、うん、内間さんの作品は、うん、スペシャルゲストみたいなありますので、はい、これ後で写真撮らせてもいいですか？そうですね、はい、紹介いたします。ありがとうございます。はい、そんなラット&シープでございましてですね、はい、また僕もたまにいますので、もしかしたら山田バサラにも会えるかもしれませんので、会います。ぜひ遊びに来てください。来てください。はい、はい、ということで今日は突然ですけれども、はい、まあなんとかロックンロールできたと思います。おー、ロックンロールだ。じゃあ、ジュンさん、またこれからもよろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。山田バサラでした。大変今日も一日サラバンジー、バッチリ。